オーストラリアサッカー連盟は22日、アジアカップに臨むオーストラリア代表メンバーを発表した。写真、バイエル MF ミ密ヒ、CL で相手を湘南 FW と勘違い、よく似ているよ、オーストラリアは怪我人が相次いでいるが、頬骨の骨折でクラブ活動を離脱している首相の GK マシュー・ライアンがメンバー入りした。 その一方で2度の W 杯出場歴を持つ FW マシュー・レッキと国内リーグ4年連続得点王の FW ジェイミー・マクラーレンが招集外に。J リーグからは DF ・トーマス・デン、新潟と FW ・ミッチェル・デューク、町田が選出されている。アジアカップではウズベキスタン、シリア、インドと同じグループに入っている。日本とオーストラリアは共に首位通過して勝ち進んだ場合、 準決勝で戦う予定だ。以下、オーストラリア代表メンバー下向き黒三角監督グラハム・アーノルド下向き黒三角ゴールキーパー,ジョーガウチアデレード・ユー、マシュー・ライアン、AZ、ローレンス・トーマス、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ、下向き黒三角 DF ・ナサニエル・アトキンソン、ハーツ、アジズ・ベヒッチ、メルボルン・シー、ジョーダン・ボス、ウェステルロー、キャメロン・バージェス、イプスウィッチ、 トーマス・デン、新潟、ゲシン・ジョーンズ、ボルトン、ルイス・ミラー、ハイバーニアン、キー・ロールズ、ハーツ、ハリー・サウター、レスター、下向き黒三角 MF ・キアヌ・バッカス、セント・ミレン、ジャクソン・アーバイン、ザンクト・パウリ、ライリー・マッグリー、ミドルズ・ブラ、コナー・メット・カーフ、ザンクト・パウリ、エーデン・オニール、スタンダール・リエージュ、パトリック・ヤズベック、バイキング、 下向き黒三角 FW マーティン・ボイル、ハイバーニアン、ミッチェル・デューク、町田、ブルーノ・フォルナ・ローリ、メルボルン・ V、クレイグ・グッドウィン、アルワ・フダ、ジョン・アイルデール、ベイエン・ビース・バーデン、サミュエル・シルベラ、ミドルズ・ブラ、マルコ・ティリオ、セルティック、クシニ・エンギ、ポーツマス。